どうもトブです。つい最近特産 TV で上林選手の自主トレを特集した動画が投稿されていました。その動画内でですね、上林選手がやっていたハンマーを使ってオキティを打つっていう練習があったんですけど、これがですねめちゃくちゃいい練習だと思ったんですよ。どんな練習かと言いますと、おそらく重たいであろう大きなハンマーを持って打つ方向とは反対を向かって、でねちょっと足を広げて、まあ、ここにボールがあるんですけど、そのボールを打つっていうね、こういう練習をやってたんですよ。トレーナーさんが体の使い方に注意しつつ指導しながらこの練習に取り組んでいました。実際にねこれ僕もやってみたんですけど、よかった。速攻性もあったし、しっかりやらないとボールをね全然強く打てないんですよ。上林選手はこのねハンマーオキティの後に普通のバットに持ち替えて同じような形でロングティーをやってたんですけど、ワンバンでねフェンスとか越えてたんですよ。なんで90メートル以上とか飛ばしてるんですけど、無理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 、そんなに飛ばないです。多分僕がやったら外野の定位置の前ぐらいしか飛ばないなと思って、フィジカル面でも上林選手めちゃくちゃすげえなって思いました。正直ですねこの練習もみんなやってもいい練習だと思うので、このハンマーオキティについてですね僕なりにちょっと深掘りさせていただきたいと思います。その徳さんの動画もね URL もちろん貼ってありますので、ぜひそちらの動画もね実際に見てみてほしいなと思います。今回の内容としてはどんな感じでやるか、この練習がなぜいいか、そして注意点、この3つの内容でお送りしたいと思います。ということで改めてねこの練習がどういう練習かというところなんですが、皆さん側がネットだとして、それではねもう全く逆を向きます。バットを握る手はね少し開けても大丈夫です。でそこから置いてあるボールを振り向くように打つと。で打つ時に意識すべき点としては、体全体を使うこと、その中で下半身からバットまで連動してボールを打つこと、上半身はキャッチャー側の半身で強く押し込むこと、そしてキャッチャー側の肩が顔に乗るぐらいまでしっかり振り抜くこと。逆にですねこれができていない場合はボールをね強く打てないですし、なのでどうやったら強く打てるかっていうのを考えながらやってほしい練習です。ちなみにですね僕これやった次の日筋肉痛になりまして、最近毎日のように筋トレしてるのにもかかわらず筋肉痛になってしまったので、こうねしっかり振り切るっていうところで可動域ギリギリまでの筋肉をしっかり使えた証拠なのかなというふうに思いました。次にねこの練習はなぜいいのかというところで、しっかり振り切る形が身につく、体の連動を感じることができる、バットが後から出てくる、そして踏み込み足の踏ん張りが自然と効く、この4つがね非常に大きいポイントでして、その中でも一番いいなっていうところが、なんせ振り切れるし押し込みまでセットでできるっていうところなんですね。振り切るにあたって自分のね上半身の可動域の限界まで回すので、限界まで振る押し込むっていうね動きが身につけられるんですよ。さっきね速攻性があるというふうに言いましたが、もうビフォーアフターですぐにね変わりました。しかも自分はねもうすでにしっかり回すっていう意識があるのにもかかわらず変わったんですよね。まあね結構あるあるだと思うんですけど、まあねこういうスイングで途中でこの胸が回るのをやめるようなスイング、結構ねコツコツ系のタイプのバッターにあるようなスイングだと思うんですが、たとえコツコツタイプだったとしてもしっかりね振り切る練習はしておいた方がいいです。例えばイチローさんなんかは試合ではヒットメーカーだったと思うんですけど、練習ではねもうバンバンホームラン打つような練習をしてるんですよ。試合でそこまで振り切らないようなスイングだったとしても、練習ではしっかりね振り切るような形を身につけてほしいなというふうに思います。このハンマーオキティをやれば振り切るっていうことがどういうことかっていうのが体でね覚えられるので、本当に非常におすすめです。でこの練習ですね、ぜひねお子さんにもやってほしいとは思うんですが、体が出来上がってない子は重いバットではやらないようにしましょう。いつも使っているバットや多少軽いバットの方がいいと思います。次、体の連動を感じることができる。パワーっていうのはねもう下半身からこのバットまでどんどんねパワーを作りながらバットまでつなげてボールにパワーを伝えなくちゃいけないんですよね。なので下からねバットまでしっかり連動ができていないと強い打球っていうのは打てないんですよね。力に任せて振ろうとすると腕に頼ったスイングになってしまうので、下半身からの連動を感じながらどう動かしたら強い打球が打てたのか、打球が答えになるので非常に理解しやすいんですね。そしてこの体の連動がしっかりできるとバットというのは後から出てきます。体が回るのと一緒にバットが一緒に出てしまうと、これね投手を胸に見せるのが早くなってしまうんですよね。そうするとどうしても変化球には対応しにくくなってしまいますし、致命的なデメリットにもつながりやすいです。動画内でですね最初に上林選手が体が回ると同時に手を出してたんですよね。でその動きをした時にトレーナーさんが一回ストップして、体が回ってから腕が出るっていう動きに修正していたんですね。バットが後から出てくるっていうのはそれほど重要なことですし、僕もねこの部分には非常に共感しました。これは上林選手が動画内で話してたことで、腕がねついてくるようなフォームにしたいっていう風に話されていました。なのでこの練習で強く打てれば、体の連動とバットが後から出てくる形をインプットするのに非常にいいし、これ実際にやってみると分かるんですけど、自然と踏み込み足側の足が踏ん張る形になるので、体の連動、
バットが後から出る、踏み込み足の踏ん張り、可動域の限界まで振り切る、以上の点からね、バッティングの非常に大事なポイントがいっぱい詰まった練習なので、ぜひね取り組んでほしいと思った次第です。次にね、このハンマーオキティの注意点です。1つ目が、いきなりやるとちょっと腰やっちゃうかも。そしてスイングが円に引っ張られないようにっていうことで、この練習はですね、その時の自分の可動域の限界を超えて回ろうとするので、ちゃんとねストレッチしてください。急にやると多分ね体びっくりしちゃいます。あとは先ほども言った通り、体が出来上がってない子は普通のバットとか、まあ、ちょっと軽いバットとかを使ってやってみてください。で、ここからねスイングとして気をつけてほしいことなんですが、やっぱね円で回るような要素が大きいかなと思うんですよね。もう振り向く時に勢いよく回るので、やっぱりね腰もしっかり円を描くように回るわけなんですが、この円を回る感覚で普通のバットを握って振ってしまうと、やっぱりねバットもそうやってね引っ張られちゃうんですよね、そっちに。まあ、そうすると見たらわかると思うんですけど、前に大きいスイングっていうのができないんですよね。あくまで力のベクトルっていうのはもうボールに向かってほしいので、まあね、通常のスイングの場合はこの上半身はハンマーオキティぐらいにもしっかり振り切ってほしいんですけど、下半身から腰あたりまではしっかりねボールに向かってスイングしてほしいと思います。このね円に引っ張られすぎないように注意してください。最後に、家にハンマーないよって方多いと思います。代わりのものとしては普段より重いバットだったら何でもいいと思います。スコットバットでもいいと思いますし、上林選手もねなんか違うバット使ってましたね。大事なのは体全体を順序よく使って振り切ることなので、普通のバットより重ければ何でもいいと思います。ちなみに僕は家にねツルハシがあったので使ってみたんですけど、ちょっとねポイントが点すぎて無理でした。この練習を例えばねロングティーの前とかにちょっとやるのがすごいいいなと思いまして、ロングティーっていうのは遠くに飛ばすことに重きを置く練習ですので、飛ばすための連動をインプットしてからこのロングティーに取り組むのがいいと思います。多分ね打ってみたら感覚全然違うと思います。上林さんも言ってたんですけど、これはですねもうアッパーとかそういう問題ではなくて、体を最大限に使うドリルなので、本当にねどの選手でも取り組んでいい練習だと思いますので、ぜひやってみてほしいなと思います。来年の上林選手の活躍が非常に楽しみになりました。ということで今回は終わります。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。